ニュルンベルク裁判の際のジェフリー・ローレンス。第3代トレベシン男爵、初代オークシー男爵、ジェフリー・ローレンスは、イギリスの法律家、貴族、ニュルンベルク裁判の裁判長を務めたことで知られる。1880年12月2日、イングランド及び、ウェールズ首席判事を務めた初代トレベシン男爵、アルフレッド・ローレンスとその妻、ジェシーの間の三男として生まれる。 ファブリックスクールのヘイリーベリーカレッジを経て、オックスフォード大学ニューカレッジで学ぶ。1901年にバチェラー・オブ・アーツ、1906年にマスター・オブ・アーツの学位を取得。インナー・テンプルでも学び、1906年に法廷弁護士資格を取得。第一次世界大戦に従軍し、二度主君者公式、報告書に名前が載る優先をした。 1920年から1926年まで、ハートフォードシャー用マンリー旅団の司令官を務める。1922年から1932年まで、ジョッキークラブの法律顧問を務める。1924年には、ミル・トシャーの治安判事に就任。1924年から1928年まで、オックスフォードシャーの刑事法院臨時裁判官を務める。 1925年には直線弁護士に選出される。1928年から1932年まで、皇太子殿下法務総裁とコーン・ウォール、公領会議議員を務める。1931年には、オックスフォード巡回裁判官となり、1932年には、ナイトに上されるとともにインナーテンプル官部員となる。 1932年から1944年まで、高等法院大座部裁判官を務める。1944年には、数密顧問官となる。1944年から1947年に、かけては高訴院裁判官を務める。ヨーロッパでの戦争が終わった後、米ソシのは、ゲーリング以下ドイツ政府カンブラを先般として、裁判にかけることを決定。 事後法、ロンドン検証が制定され、ニュルンベルク裁判が改定されることになった。イギリスの首席判事はローレンスに決まった。1945年10月に連合国四国の裁判官が初めて顔合わせし、裁判長選出が行われた。英米物三カ国の指示を受けてローレンスが裁判長に選出された。アメリカ首席検事、ロバート・ジャクソンがアメリカ首席判事、 フランシス・ビードルにローレンスを支持するよう求めていたことが大きかった。ジャクソンの考えではアメリカは目立ちすぎなのでわきまえる必要があり、しかしフランスは裁判長になるには戦時中の役割が小さすぎるし、ソ連はそもそもナチスを裁く権利があるのか、怪しいとなればイギリスしかないとのことだった。その後、1946年9月30日の 判決まで裁判長としての職責を務め上げた。ゲーリングや、リッペントロップら十二名に、死刑、ヘスや、シュペイヤら七名に、金庫刑、シャハトや、パーペンら三名に、無罪判決を下した。判決の日の翌日にも、イギリスへの帰国の途に着いた。無名な裁判官に過ぎなかった。彼は、この裁判のおかげで一役時の人となったが、彼は、チヤホヤされることには、 関心がなかったという。裁判後の九百四十七年一月十三日に、連合王国貴族、カウンティ・オブ・ウィルトシャーにおける、オークシーのオークシー男爵に乗され、貴族院議員に列する。百四十七年から九百五十七年まで、常任上祖貴族を務める。九百五十九年六月二十五日に兄である、第二代トレベシン男爵ジョン・ローレンスが男子なく、 死去したため、第3代トレベシン男爵位を継承した。1971年8月28日に死去。1921年に、マージョリー・ロビンソンと結婚し、彼女との間に、第2代オークシー男爵位と第4代トレベシン、男爵位を継承する長男ジョン・ジェフリーはじめ一男、三女を設けた。ありがとうございます。